皆様こんにちは。ボケ日和の著者で認知症専門医の長谷川でございます。本日はですね、介護の頑張りを押し付けないで、介護の頑張りを押し付けないでというお話をさせていただきたいと思います。僕の、知ってる、一緒に取材を受けたことがある方が、ブログを書いていて、別にそれに文句を言うわけではないんだけど、本人さんが一生懸命介護をしている、で、頑張って見てるっていうのをずっと書いているんですね。で、見てる側としては、頑張ってるなと思って見てる人もいるかと思うんだけど、中には、こんなに重くなっても見てる人がいるんだ。でもそれに対して私はもう入居させちゃったし、そんなに頑張ってないっていう人にとってはですね、やはりちょっと心が重いんですよね。実際僕の患者さんなんかでもですね、やはり僕はもう無理しないでって言うんだけど、その人のブログを読むと、私はもっと頑張らないといけないんじゃないかって悩んでしまうわけなんですね。で、僕から見るとその人はもうかなり認知症も進んでいて、介護力から見てもとても家で見れるような状況でないっていうふうに僕なら判断をするんですね。でもそれをやはり今の時代、いろいろ SNS なんかを使ってですね、こう発信されるとですね、それを読んだ人たちからするとですね、なんかこの人に比べると、自分はあんまり頑張ってないなぁなんていう気になってしまうんですね。だから一つの情報として見る分にはいいんですけども、皆さんも、決してそういう人もいるぐらいの目で見ていただいた方がいいと思います。で、逆に言うと、この僕の番組なんかで勉強されて、これちょっとおかしいな、こんな今の介護力で見るのおかしいし、ここまで認知が進んでたら家で見るのおかしいよなぐらいの、目で見ていただけるといいんではないかなと思います。こういった介護の頑張りを押し付けないでっていうのは、こういう SNS だけではなくてですね、やっぱりテレビだとか映画だとかドラマで認知症を描かれる鬼神でもですね、多いわけですね。で、本当に困って患者さんで困っている、で、その患者さんの状態自体は何も変わっていない、介護力も何も困っていないんだけども、最後の最後、なんとなくみんなで夕日を見ながら、これから介護を頑張ろうねみたいな感じで終わっているっていうのがね、あまりにも多いんですよ。昔からある映画なんかも見てもですね、例えば恍惚の人って、我々がバイブルにしているようなものもですね、確かに認知症の厳しさを描くのは素晴らしいんだけど、最後の解決のところが甘いんですよね。それこそ本当にみんなで、頑張ろうねって言って、頑張ろうねって言っても認知症の患者さん何も変わってないよ、介護力には何も変わってないよ、結局長男のお嫁さんが見るんだよね、で、時々みんなが頑張ろうよって言うだけだよねみたいな感じが、これがね、面白いように、全ての認知症絡みの映画ってみんなそうなのね。さあここから大変だぞ、こっから本当に認知症介護大変だぞっていうところ描かないんだよね。確かにあんまりひどいところで描いちゃっても見てる人暗くなっちゃうよね。だから当然テレビだとか映画だとかドラマっていうのは娯楽であるという大前提があるわけだから、あまりリアルにしてしまうと、もう毎晩、奥さんを起こすような認知の患者さんがいて、もう奥さんはボロボロになってって、もう歯向きが狂うような感じになっているようなシーンはなかなか描けないだろうし、ね、だからもうこんなの嫌よって大騒ぎして、介護者が大騒ぎして、もう泣きわめいてる姿もあまり描きにくいだろうから、だからみんなで、頑張ろう、これからはみんなで介護して頑張ろうみたいな感じになってしまうんですね。だからぜひ皆さん、そういうドラマだとか SNS の発信でですね、自らを卑下するっていうことはやめていただきたいなと思います。だから僕なんかはですね、もうそういうの見るとですね、いつもこれはまだ見ていいレベルだけど、これ以上になったらもう認知症での介護しちゃダメだよなとか、逆に言うと、確かに、よく描かれてるのはもう、認知症の患者さんがですね、お声浴びて、徘徊したりだとか、文句言ったりしてるシーンを、もう介護者が、みたいになってるシーンがよくあるんだけど、お前薬大丈夫かなとか思うわけですよ。なんかアリセプトが出しっぱなしになってるとか、で、例えばメマリ使ってないだとか、これに予感さん加えて、場合によって抗精神病をよく使ったら落ち着くのになって言っても、確かにドラマとしてはつまらんわね。
なんかもう大騒ぎして困ってるんです、でちゃんと適切な病院行って適切な治療してもらったらなんか穏やかになりました、先生ありがとうございました、この人が亡くなった時みんなで涙を流すことができました、なんてうちの外来で大丈夫なことがあっても、まあ、確かにつまらんじゃつまらないわね。まあ僕の外来みたいに、いやもうこのレベルだったら家で見るのは今の介護力と今の患者さんの状況ではもう施設に入れるということもですね、もう考えてください、もう悪いけどこの状況で見るのはドクターストップですみたいなことを言われてですね、はいわかりました、じゃあ施設に入れますって言って施設に入って、あよかったね施設に入ってよかったね、うん1週間に一遍顔出すと本当に今までお母さんの笑った顔なんて気にもならなかったけど笑った顔を見ることができるようになってありがとうねみたいなのも確かにドラマにはならんかもしれんよね。ねえ。で、最後ご飯食べれなくなってきた時にですね、何も考えずに病院送ってしまって、色を作ってしまって、色を作っちゃっても行くとこがなくても困って困ってって、もう本当最後も本当に劣悪な関係のところで最後亡くなっちゃって、あ、後悔したっていうシーンも、なかなかね、のドラマでは描けないわけであって、だから本当に認知症の正しい情報をきちっと得るということはですね、思いのほか難しいんだなと思います。だから、もうそれを少なくともテレビや映画やドラマから撮るのは無理でしょうね。だから、僕の患者さんとかなんかも逆にそれ分かってるから、なんか映画が出ても、うん、また見ても私たちなんか気分悪くなるからあんま見ませんっていう人はすごく多いですね。だから逆にどこかで誰か描いてくれないかな。本当の認知症の介護。本当に困っててもちゃんと皆さんが正しい選択をすればなんかきちっと最後は見れるんだよみたいなね、感じの正しい情報になるような、映画やドラマもあってもいいんではないかなというふうに、思って見てるんですね。しかしなぜ最後みんな夕日見るんかなっていうのはすごい思う。僕はもう3つ4つ今イメージが湧くんですけど、認知症介護が大変な時に家族全体が夕日を見ながら、うん、頑張ろうって言って、それで終わらせるドラマの多いこと、多いこと。ね。ですから、きっとこの僕の、番組見てくださってる方は、本当にリアルに認知症介護に関わってる方もいっぱいいると思うんですけども、決して自らのね、そういう、一生懸命介護してますよっていう状況を見て、卑下するようなことはやめてほしいなと思います。まあ僕のね、母親なんかは、認知症介護をやっていて、僕はそれを割と美談として出すんですけど、やっぱりもうね、ずいぶん前の話で、50年ぐらい前の話であっても、やっぱり今でも自分にとってはいい思い出ではないんだよっていうのが、うちの母親の本心だと思っております。今日は介護の頑張りを押し付けないでというお話をさせていただきました。自分も、肩の力を抜いて見れるところまで見る。だから決して頑張りすぎないよっていうふうに思った方は、いいねボタンをグッと押していただければありがたいと思います。まあまた、ね、よくわかんないけど、これから介護になった時はそういうふうにして、映画や YouTube とかブログなんかの言葉に惑わされないようにしようと思った方も、チャンネル登録、いいねボタンを押していただければ幸いでございます。